はい、タイガーです。というわけで、本日はですね、まあこんな補正になってるということでこちら使っていきます。はい、コンバートということで、はい、まあもうそりゃね、今日は殴っていけばどうにかなるんじゃないかということで、はい、チンパンしていきたいと思います。ということで早速やっていきましょう。レッツゴー。さあ、1試合目は混合フィリアですね。はい、さあ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 、まあ X から行くのはさすがにやばいかな。どうしようかな。まあ一旦ね、名前何だったっけ、レムリス打って、そっから考えようかな。いや、まあ X から攻めてもいいけどな。正面 HP 低いし、相手ランタン引いてないから、うん、でコンボ弱いよねこいつ。うん、相手のキャラだから 1.44 か。あー、それならもう行くか、もう やるか。うん、行こうしよう。こいつね、リジェル何がいいって 10% からなんですよ。アリソンってね、最大が 30% なんですけど、 5% から 30% なんで、まあ、序盤はリジェルの方が強いっていうね。はい、そんな感じです。 OK、 もうこれで相手盤面崩れた。で、ここでもう一回、そういうこと。いや、もうね、昔からコンバート使い続けてきてるから、もうそういう意思疎通が完璧なわけ、本当に。いや、分かってるね。さあ、はい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 、そこの罠ね、めちゃくちゃ弱いっす。うん、コンバート相手にそんな罠は通用しない。はい、皆さん気をつけてください。絶対ここコンボ発動させんといけん状況で罠出したら、あのコンバート相手だったらマジで意味がなくなるんで、皆さん本当に気をつけてください、この罠を。さあ、村正まで引いてしまうと。どうしようかな、もう村正打っとく。アステルで返してもいいな。返し罠なんか絶対ないから、まあ、こうでいいか。じゃあこれで OK、 8000出しといて、でこれで次、まあまあまあ3枚返しになる予定なんですけど、別に相手が3枚返ししてきてね、アステルが2枚返しになるところで、うわー、石取れた。まあ別にって感じだけどな。大丈夫かな。さあ、ここでうんとですね、飛ぶかな。飛ばんかったら大問題やからな。ブラジカラとかグレムリンから普通に行った方がいいんですけど、なんかちょっと男を見せたいよね。飛ぶかわからないけど、ここで飛ばしきるっていうところがやっぱね、ロマンというかね。はい、まあこういうことなわけですよ。はい、ということで、はい、1試合目勝ちましたと。対戦あざしゃ。さあ、続いては捕食マナグリということで、はい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 、まあ捕食マナグリは、はい、よろしくお願いします。 X から行くのはあまりよろしくない気はするんですけどね。やっぱ捕食してくる系のデッキに X から行くのは本当に良くないような気がするんで、あんまりしたくはないんですけど、まあ、相手も引かれてないし、まあなくはない感じかな今のところ。うん、まあちょっと引き見て考えよう。いや、全然 X から行ってもいいけどな、行ってもいいけどな。まあこうかな。後半偉いな、これ160%しかやってない割には普通に25出るのは偉いっすね。あー、だるい。そのブラジめちゃくちゃだるい。まあ、一旦リジェル置きますか。いいね。いや、まあ一旦こうだな。どっちにしろどっちにしろこう。ちょっとこれブラジ置くタイミングむずいな。正直もうないかもしれんな。あー、そういうことする系か。はい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 、まあ、じゃあこうね。ちょっと今ロック体勢が、あ、そうか、ブラジンジェットおるか。大丈夫か。 OK、 完璧。それは一番ありがたい。その召喚が一番ありがたい。 OKOKOK、 危ねー。まだ一番これ許容できる召喚だわ。ありがてえ。やっぱね、バフが一番しんどいんで、コンボが。はい。さあ、で、この
相手のデバフが効いてるタイミングで、これブラジェ、この位置のブラジェは強いんじゃないの、強いんじゃないの。さあこれ相手目線結構しんどいと思うんですけど、どうですか。まあ、そうするしかない。でまあこれは普通に S 引く、引けない、引けないけど、これはもうロックのこと、いやロック入ってないよな多分。いや入ってないと思うけどさ、まあこうしかないよね。いやこれ1万出るの偉い、偉すぎる。でこれ相手ね消せないんだよなこのバフ、なんで。はいキモいの来た、はいキモいの来た。いやこれはさすがに止まん。え 20% よな、 20% でしょ。えこれワンチャンいける、いけるならもう飛ばしきりたいんだけど。いや絶対無理やな、やめとこう。うんだって飛ばされることないからさ、これ一回普通にこうしとけばよくない。これで4000、いやこれで4000出るんだったらあっせり飛んどったなこれ多分。いやマジ微妙か、いやマジ微妙ぐらいやな。いやそれはまあ大丈夫、それはさ捕食されるけどさ、これはあっせり飛ぶわ。 OKOKOK、 まあまあまあ勝ちゃえんよ。じゃこれもしかしたらさルクスリアとか負けとったかもしれんな、飛ばされとった可能性あるな。まあまあ勝ったからいいんやけど、うん、これ S1 体目やね。うんまあってことはよう頑張ったな。はいということで対戦アザシャー。さあ、あーヒプノスか、ヒプノスだけはダメやなマジで。いやこれちょっとグレムリンするか一旦。いやあのねヒプノスがねフェリノと動的制限かかってヒプノスが消えて、でヒュプノスが消えたことによってちょっとコンバートの人権が戻りつつあったわけですよ。うん、そんな時期にもう一回現れるのかお前。うわ事故ったな、まあこうだな、あんま強くねえんだなコンボ、コンボあんま強くないの序盤。まあ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 仕方ないこれ。でこれティルト発動しないんでちょっとどうにかしてほしいんですけど、どうにかなった。ロックは知らん、でもロックまだ出さんやろ、このタイミングでロック出してくるやつはうますぎるやろ。確かに下を連続で切っとるけど、俺がずっと右から駒切ってるんで、もしかしたら左の駒 S 持っとるんじゃねみたいな、そういう読みでロック出されるっていうね、上手い人相手とかだったら全然ありえるんですけど、まあ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 ね、はい。あ、ステール引く。で、これロック下なんで、はい。まあ、こうですね。まあまあまあ、ヒュプノスかでも、サリーグのおかげでね、まあ打ち消し合ってるんで、このゾノバもあるんで、まあギリプラスかなって感じですね。OK。そこは、うわ、石たる引いた。いやロックの方が怖いな多分。こっちにしよう。まあ罠はまあいいわ別に。でこれ相手角を置いたらダブコンなんだよなこっち。だからそのやすやすと角にはいけないはずなんですけど、どうですか相手。まあ、3枚、いや3枚返しとかしてくることはないかさすがに。えぐーえぐー、いや、えぐいわ、それは。うずい、なんぼ ?4500?4500 も耐えれんくない。しかも、なんかこういう時にかけて S 引き上がるし。今、いらねえんだよな。程よく殴りたかった。どうするこれ。いや、こことかにさしてじゃん。うーん、まあ、こんぐらいで。こんぐらいで程よく耐えん限り。次アステル飛ばせる。いやこれギリ耐えんか、無理か、さすがに無理。はいはい、うわ
はい、対戦あざしゃ。さあラウナスね。はい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 、やっぱ混合対決は制していきたいんですけど、どうしようこれ。いやまあさすがなステルやなこれ。さあ1枚返し5600、えぐい、まあ、シンプルにえぐい。まあラウナスにロックとかは入ってないと思うんで、まあそこまで痛くないかな。やっぱあのロック入ってる相手に対してロックからステル出てくるっていうのが強いんで、はい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 、事故っておる。さあここで使いやすい駒。いやエースはいらないんだよな今。エースは一番いらないんだよな。じゃあもうこっちから行くか。なんかもうコンボつなぎまくるわ。じゃあもうコンボつなぎまくって瞬殺しますわ。まあちょっとイシタルとか入ってたらだるいんですけど、てかまあ絶対入ってるな。でもこれはもう瞬殺に切り替えていこうって思ったらシールド来る。あティルトだけやめてって今言おうとしたのにな。ティルト発動しないんで、はいもう仕方ないんでこっち行きます。まあ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 、こっから負ける未来はなかろう。よっぽどな駒投げをされない限り、まあ、俺が今駒投げしとるから。なるほど、祭りの人ね。スーじゃなくて祭りの人。なんかすごい引き強い、引きがすごい強いんですけど、さすがにこっち。うんまあ多分ね、相手左上、いや左上じゃないな、右かな。うんティルトの左に来そうな感じ。左上 X もあり得る。なんなら B4 とかもまああり得るけど、まあこれはねさすがに勝った。うんこれはねこっから人類負けたことない。うん人類が ここから負けたことないんで、はい、まあ、これは安心してもいい。さすがにね、いやこっから負けたらまだもう引退やで。本当にどうやっても勝てる。さあまあイシタル置かれてもやし、うんまあなんせプロキオンの火力いるからな。オッケー、何も出るんだろうプロキオン。これやるよ。うわープロキオンより出るやつ引いた。プロキオンより出るようなこいつ違ったっけ。ちょっともう分からんけどとりあえず行きます。さあうーんいいね、いい火力ということで、はい対戦アザシャ。さあ最後ミラーですね。はいミラーは勝ちたい。あ引きいいよ、引きいいですよ。で相手 HP どうなっとん。コンバートで24だと。いや今日 HP 下がっとるにしてもだろ、24ってミラーのはずなの2700違う HP が。いやこれはさすがに上逃げだろ。リジェルの方が強いな、リジェルの方が強いから、まあリジェルで上逃げ。うんまあ別にこれでいいと思うんですけど、はい、右に来るか、おおリーウェンか。なるほど、まあそれはうわ引き強、引き強、まあ一旦捨てるかな。さあランランルン、さあみんなも、いやこれはねまあ引かれたとはいえ、オーラ引かれたとはいえよ、うんだから何みたいなとこある正直。はいまあ引かれたら引き返す、それだけ。うんもうこういうことなんよな結局。いやー本当に楽しいねこのゲーム。まあやっぱねオーラ引かれたら引き返すだけ。うんあんま深いことは考えずにって感じ。さあはい任せます、あなたに任せます。はいこれで飛ぶのが
これで飛ぶのが今日の補正ですね。よいしょ。 OK ということで、はい、対戦あざした。